経営者の人って、まあ、そのポットデで,で数年やってますっていう人だとまあ違うと思うんですけどやっぱりあの会社の経営ってその10年とかやってくと、まあ、大体そのうさんくせえ話とかあのうまくいきそうな話とかいろんなものを見たりとかこれはうまくいくよねとかこれはうまくいかないよねとかっていう、まあ、いろんな失敗もした上で物事を見抜く力がついてくるんですよ。 なので、あの、その、じゃあ、東大生の社長がなんでそんなに多くなくて、日大の社長が多いのかっていうのも一緒なんですけど、あの結局その社長を長年やっていくと、あの、社長的な失敗をしなくなるんですよね。で、その、経営者として、あの、これはやらないよねっていうのを結構素人はやるんですよ。あの、会社員の人とかで、これはいけると思っちゃった人とかが、あの、経営者だったりやらないようなミスを結構したりするんですよ。 なので、あ、これ誰か知り合いの経営者とかに相談したらやらなかったのにやっちゃうんだ、こういうのを、みたいなのが結構あったりするんですよね。っていうところのバランスが、割とその、虎側の投資する側の人たちは、まあ、それなりに、あの、授業成功してるでしょうね。そういう、あの、変なところに引っかかんないんですよね。なので、あ、これ無理だなってさもう大体無理みたいなのがあって。 っていうところで、あの、話はすごい話しやすかったですね。あの、まあ、あその志願者の人は、そうあの、まあ、おせんべいさんと志願者の人もともと温泉やともうやってらっしゃる方で、ね、で、虎の人も経営者にしたので、なんでその経営者としてこうだよねっていう経営者トークが割とできるっていうのがあって。なので、あの、だいぶ話がスムーズに済んだっていうのがあるんですけど、素人はね、あの、税金のことを考えない。<laughs> あの1000万円売り上げがあるっていうビジネスがあった時におすごい1000万円もあるんだやろうとかで始まっちゃうんですよ待て待てとその1000万円の売り上げのビジネスのための仕入れはいくらなのかでそのためにじゃあ人件費はどれぐらいかかるのか。 で、さらにじゃあ儲かったとして、でもその利益はじゃあ,まあ法人だったとしたら、利益がじゃあ1000万円だったとしたら、500万円税金に持ってかれますよとかっていう計算分かってなかったりするんですよ。なんか1000万円もらえるビジネスなんで、あの500万貸しくださいみたいな、いやいや、それ来年じゃあ法人税払って500万返したら、手元に何にも残んないけどどういう計算みたいなのが結構あったりするんですよ。 っていう感じで、割とそんなあの、経営者として、じゃあやっていくと、人を雇っ,ったら、じゃあその社会保険料あるよねとか、で、そのなんか人をクビにするときにも結構お金かかるし、じゃあ採用にもお金かかるよねとか、で、割とその、のコスト計算っていうのが結構、明品になるんですよね。 なんかその売り上げが,が1000万円のモデルなんだから、じゃあ、知り合いだと、で、知り合いの給料50万円みたいな、1000万円儲かるんだから50万円いいじゃんって、それ1年間でも600万円ですよとで、さらに社会保険料とかあるから、50万円以上のお金を払わなきゃいけないんですよとかっていうのも分かんなかったりするんですよ。でね、簿記ともまた違ってて、その年金とかその社会保険料とか、あとまあその労災的なものとか、なんかいろいろ付随する金額っていうのがちょこちょこあるんですよ。 で、そういうのが、じゃあ、あの、それなりに払わなきゃいけないよね、とか、じゃあ、それをこう、やってもらうために経理の人が必要だよね、とか、で、まともな経理の人ってなかなかいなくて、そう、お金をもらって逃げる経理の人が結構いるよね、みたいになだったりとかっていうのを、あいつ、その経営者の人というのはノウハウで分かってたりするんですけど、そこら辺を分かってない人だと、その、あの、人件費安く目に見ちゃうとか、あと、優秀な人が逃げるということを知らないとか。 同期の資格を持っている人っていうのはあくまでそのあの計算上の,その,あのバランスシートその PL を作るという能力はあるんですけどただじゃそれを現実に落とし込んだ時にそのどういう確率でそういうことが起こるかみたいなところが分かってなかったりするっていうのがあったりするのでなので基、まあ、上の計算ではなくて実態でやってみると1000万円の売り上げというのがあったとしてもその会社としてマウスを取ると結構きついっていうのがあったりするんですよね。 だから例えば、じゃあ、その、えーと、僕、家で漫画を書いています。で、なんか、あの、年賞1000万円ですって言うと、もう、家で漫画描いてるだけで、1年間に1000万円入るってすごくねっていうふうに、子供たちは思っちゃうんですよ。でも、それが、じゃあ、その、アシスタントがいますとか、じゃあ、事務所を借りてますとか。 っていうので考えると要はその事務所を借りにしても、じゃあその月15万円ぐらい払わなきゃいけないよねとか、じゃあそのアシスタントを雇ったとしても、それもやっぱり月15万円以上払わなきゃいけないよねとかってなると、割と支出が結構あって、でそれなりにそのじゃあアシスタント用のパソコン買わなきゃいけないよね、タブレット買わなきゃいけないよねとかっていうのもあったりするので、年商1000万円あったとしても、手元に1年後残るお金って100万円もなかったりするんですよ、もちろんあの自分の生活費の給料も出さなきゃいけないとかってあったりするので。 なんでそうすると、あなんか漫画書いて年賞1000万って超絶楽じゃねとかって思うんですけど、あの、ちゃんとやってみると全然そうならないみたいな <laughs>、っていうことになったりするんですよね。なのでね、手取りでいくとね、なんか多分20万円ぐらいになってしまって、あの、普通に働いた方がよくねそれっていう金額にしかならない場合も結構ありますよ。 なので、こうあ、そう、あとね、キャッシュフローという問題もあって、そのじゃあ、あの、じゃあ、家賃15万円だから、月に15万円あればいいんでしょとかってあるんですけど、あの、敷金、礼金、引っ越し費用っていうのがあって、だから家賃15万円のところに、じゃあ、引っ越そうっていうので、多分最初にね、100万円以上必要になるんですよ。まあ、その敷金まず積まなきゃいけない。で、民間の、その、普通の人の家、あの、人間、その、一般市民が住む家だと、敷金、こう、2ヶ月、3ヶ月とかするんですけど、 あの、じゃあそこ、その、あの、漫画家さんの事務所として使いますとなると、法人として契約することになって、いきなり敷金半年分とかになったりするんですよ。要は半年分の資金をまず納めてくださいみたいな。だからそのなんか月15万円だから30万円ぐらいあればいけるのかなと思ったら、じゃあ敷金でまず90万円くださいみたいに言われて、えー、そんな金今ないよみたいな。 っていうので、こう、不動産手数料とかあったりとか、あと、じゃあ、その前こう、事務所でなんか使っていて、で、なんか、いろいろ、じゃあ、ここ、あの扉をちょっと変えようとかって変えてしまうと、で、そこで、あの、買ってもらう場内装の費用もあって、で、まあ、内装をいろいろ変えて出てこうっていうときに、出てくときには元通りに戻してください。なので、もともと内装を変えるのじゃあ100万円かかったとして、出てくときに、その、元に戻すようで200万円くださいとかなったりするんですよ。で、そうすると、あの出てくために、その、なんか、単に引っ越しだけなんだけど、なぜか引っ越しようと、こう、200万も払わなきゃいけないみたいなのもあったりするっていうのがあって、 だからそこら辺のそのなんかあの経営ってこういうことに付随するお金結構あるよねっていうのを割とで素人の人知らなかったりするんですよ。賃が高いから出てくわって言って出てこうとするとその出てくるためにもお金が必要っていうのがあってすげえお金がかかるっていうのもあったりするのでだから前未来検索ブラジル社はもうあのオフィスというかまあ,あの雑居ビルの普通フロア借りてたんですけど出てく時にね1000万円ぐらいかかったんですよね。 あ、青白老人のや、出てくとこで8000万買ったの。<laughs> いや、だからね、あのー、その、要は、じ、自分好みに内装をめちゃくちゃ変えたいのであれば、もう物件買った方がいいっすよ。<laughs> 多分あの、た分毎月数百万だっけその青白王子の家賃。だ毎月数百万を払い続けて、で、改造の内装費と出てくための8000万買ったら、た分ね、そのマンション買った方が安かったんじゃない <laughs> まあ、その、現金足りなかったとしても、なんか、貸し出しにするとか、低等券入れるとかで金借りるとかにすれば、一応その、あの、では、元に戻したのは8000万って、8000万お金払って、で、せっかくお金をかけていろいろ作ったものがすべてなくなるんですよ。ゼロになるんですよ。なんか、それだったらなんかもう不動産ごと買っちゃって、で、そのまま貸し出しにした方がよっぽど良かったんじゃないかなと思いますけども。いつ来たに家賃4桁だった 家賃1000万円とかだったのいや、それだから、買った方がよくないまあでも、買うと経費にならないんですけど、あの、家賃っていうか、まあ仕事としてその場所を使ってますってなると、あの、経費になるので、そうすると、あの、毎月じゃあ、例えば家賃1000万円ですってなると、じゃあそこを事務所として使ってますっていうのあって、自分はほとんど住んでませんとかってなると、まあその事務所としての使用の割合が8で、自分が住んでるところが2位だとすると、800万円が経費落ちるんですよ。 なので、そうすると、年間に、じゃあ1億円ぐらいが経費の落ちると。で、そうすると、そっちの方が、要はお得だよね、というふうに多分、青汁王子を考えて、その年間1億円ぐらいを住居の経費として落とすっていう、青汁液状っていう形で YouTube で使ってるので、これはかまね、撮影スタジオですっていう形で多分、経費に落とすということで、あの、税金を安くするという方向でやったのかもしれないですけど、まあ、結果として出てくときに8000万払うとなると、なんか、それはどうなのかなっていうね。 あ何家賃1700万だったのすごいね。解体費の方が高かったりするんですよ。<laughs> あのね、結局その、頼むときにその施工は解体費はどれぐらいになるのですかっていうのまで考えないで頼んじゃうんですよね。いやそのあの防音ということはまずドアとかその補強するための,その壁とか天井とかをめちゃめちゃ固く重くしたりするんですよ。 要するにあの、板が柔らかいと、それは音と振動によって、その板というのが揺れてしまうので、結果として音が横に行ってしまうんですよ。なので、めちゃめちゃ熱くて重い板を置いておくと、音が来たとしても、その音によって振動しないっていうのがあって、防音っていうのは基本的にそういう構造で作ったりするんですよ。そうすると、めちゃくちゃ熱くて重いものを床と壁と天井にくっつけるっていうのをやるんですよね。で、その隙間を全部、パテで埋めるみたいなことをやるので、それをどけようとすると、めちゃめちゃ燃料がかかるんですよ。 いや、なのでねもう、なかなかもう、あの、オフィスを持つというのは嫌だなというふうに僕は思いました。建、はい、ててるときに解体費、あ、もうね、これがね、建ててる会社と解体してる会社は違うので、建ててる会社に解体費を聞いても、正解は分からないなんですよ。<laughs> 要するにその、その、作るというのはやってるけど、解体の仕事はしてないから、これいくらは分かんないですみたいな。で、解体って、地域によっても値段違うんですよ。 要するにその材料というのを普通ゴミで捨てられるのか、もしくはじゃあそれをその、あの、はあのビジネス用の法人の資材として撤去をするために、その地方自治体にお金を払って回収してもらわなければならないのかっていうのも違ったりするんですよ。 でさらにそう作ってもらうところに解体費用いくらぐらいいって聞いても、じゃあちょっと知り合いの業者に聞いてみますね。あ、生ぐらいっすみたいなこと言うけど、これ信用ならないんですよ。いや、自分の会社じゃないところが、なんとなく言生ぐらいっすって言った金額っていうのは、実際に解体しようってなったら、全然ね、気が変わったりするんですよ。っていうのがあったりするので、なので、解体は頼んでみないと値、ね、段分かんないんですよね。なのでね、あのそうクルド人の人とか結構安くやってくるってあるっていんですけど。 そうなので、ね、解体はんです結構いいねなんですよね結局その解体するにしてもその体力のある人とかじゃあその人間がどれぐらいいるのとかっていうのも結構あったんですよねであの割とがっつり作るとねその あの分別しない解体屋もいいるんですよ <laughs> だからその分別しな解体屋にするとね結構安くなるらしいんですけどでもそのこの材料じゃあどの会社から来たのってバレるとその解体屋に任せただけであとは知りませんっていうのがやっぱ言えない時代なんでなんでそうするとなんかあのなんかこの参拝業者安いなと思って任せたらなんか山の中に全部捨ててましたみたいなのでこれお前の会社どうぞ資材だよねってバレるとまあその会社も捕まるんですけどうちまでこうあのなんかいろいろ風評被害が来るっていうのがあったりするので。 なんでそれも嫌だよねっていうのもあったりするのでそうするとやっぱそれなりにちゃんとした会社にお金を払うとなると、まあ、ちゃんとしたことやってくれるんですけどあの結構高い。